こんにちは民謡の阿部です今日も岡本浩一さんの書かれました上達の法則に沿ってサッカー上達の方法を考えていきたいと思います。第2章のはじめに「上達は練習の量や時間に比例して得られるわけではない」とあります精神力集中力の差もあるかもしれないが練習方法取り組み方が理にかなっているかどうかの差が大きい その「理を本書では上達の法則と言っているのである上達を目指すためにはどういう状態が目標なのかを理解している方が良いそのような目的から上級者の状態を広く外観し理論的な深い理解を目指すことにするそしてこの中で上級者中級者上達した上級者が中級者に比べて 当該の知識の絶対量が多いことは当然である。それはすでに覚えているものの量の違いである。とあります。ここは次回ね、深く記憶については書いていくとして今あ、書いていく動画を撮っていくとして、今回は記憶をどうしていくか、サッカーの記憶をどうしていくか考えていきたいと思います。その一つに、大きな一つに、やっぱり、日誌。 サッカーノーートがあると思いますサッカーの記憶を良くしていくそのために <laughs> でここでもありますがどういう状態なのか目標を考えて日誌を書いた方がより効果的できてあると思いますなぜその日誌を書くのか何のために書いてるのか何ができたら OK なのか考えてサッカー日誌を書くことまあ日誌をねまだ書かれたことがない人のために 見本として日誌の書き方書くことなどを考えていきましょう、ね、まずはまあその言った通り日誌をなぜ書くか、ね、どうしたら自分の成功なのか日本代表選手になるプロ選手になる試合に出るために日誌を書いている、ね、何のために書いているか考えましょう日誌には、まあ、基本的には私はできたことそしてできなかったこと どうしていればできたことを書く理由としては自分の頭の中に今日やった練習の中でできたことを考えて自分の脳みその中に成功体験を入れ込んであげる僕はこういうこともできた、ね、こういうシュートが入ったそれによって自信を持ってまた次の日も次の機会もピッチに入ることが、ね、できることが増える。 ではないでしょうかでできなかったことをねできるようになるためにはできなかったことの要因は洗い出しどうしていればできてたか、ね、例えばパス,ミスしパスミスしたんだったらボールをパスする瞬間にしっかり見てればパスが通ったかもしれないもしくはパスを受ける相手が どこで欲ししがっってたたたかかかからなかったのに出したとかねそれだったらやっぱり最後までボールを見るその手前最後までは味方の選手をねの動きを見極めてあげるとかねもしくは味方の選手に手で出してもらう出してもらいたかった方向をねそういうのを考えたりとかねもしくはその味方の選手が足が速かったのか遅かったのかね身体的に背が高かったのか低かったのかそれによってもね パスが成功するるかかどうか変わってくる、ねね、できなかったプレーを洗い出しどうしてできなかったのか、ね、どうしていれば成功したのかを書いてみましょうで、他にもやっぱりうまいチームメイトのねプレー成功しているチームメイトのプレーを書き出す何であの先輩は成功パスが成功するのか何であの人はボール取られないのかね そういうい取られなかった選手うまかった選手のパスドリブルキープの仕方などを書いて自分なりにその要因を考えて書いてみるそういういのが大事になります。まあ、他にもね、やっぱり監督とかコーチに言われたこともしくは最初の集合最後の集合で監督やコーチが言っていたことを自分なりにね、自分の言葉にして、ね、なんでそれが大事なのか。 それをやることによって自分がどうなるのか、なんかをただ監督が言われたことを書くんじゃなくて、そういうふうにね書き綴っていけば、1日2日じゃ変わらなくても、1か月半年、1年経てばねすごくいい選手になったり、自分の確固たるね考えを持っているような選手になっていくと思います。サッカーノート、日誌、ね巷でよく言われていることですが、ぜひ今後。 この機会にトライするなり、この機会に、ね、精度を上げるなり、やってみてください。以上です。ありがとうございました。